まず優勝おめでとうございます。ありがとうございます。いや嬉しいですね。何度かやっぱ優勝させてもらってますけど、この大会に関してはやっぱ一度もまだタイトル取ったことがなかったんで、率直に嬉しいですね。まあ、あんまりこう本当に縁がなかった大会なんですよね。その負けてしまった時もありましたし、単純にまあルール上ちょっと出場できない年もあったんですよ。だから本当縁がなかったなとは思ってます。自分たちに自信はすごい持ってたんですけど、練習の日数がすごく少なくて、チーム全員で揃って練習したのは本当に2回しかないですし、不安はすごく大きかったですね。ただやっぱやればやるほど練習日数が少なかった分すごい良くなってた感じにはやってて自分で感じましたね。プレッシャーに感じてるところがあるとしたら、成瀬選手が初めてこうチームに入って最初の大きな大会だったんで、まあ、ここまでね勝ってるチームに急に入って負けてしまうと、まあ、本人も自分のせいじゃないかってやっぱ思っちゃうところがあると思ったんで、それだけはこういろんな気遣いをちょっとしながら自分なりにね、はい、リーダーシップを取りながらやりました。どうでした？いやいやめちゃくちゃいいっすよ。その得点とか、まあオフェンスで目立つところはなかったのかもしれないんですけども、そもそも僕らのチームは無理なことをしないというか不得意なことはしないっていうようなチームスタイルだと思ってるんで、まあ、その日誰が点取ってもいいと思いますし、もしね成瀬が調子良ければ成瀬が点取ることもあると思いますし、もう全然その全くそれぞれが得意なことをひたすらやりまくるっていうようなスタイルなので、はい、もう言うことないです。まあ、なんかトリプルクラウンっていう英語にするとめちゃくちゃかっこいいなって思ってますなんかもうボーリングで言うターキーみたいな、ねえ、ターキー、お前ターキーみたいな、俺ターキー、俺トリプルクラウンっていう感じです。この日本選手権っていう大会を通じて、まあ、学生とか、若い選手が非常に増えて、3x3 に挑戦してくれてるなっていうふうに思ってるので、まあ、パリ五輪が控えてますけども、まあ、そんな彼らが、主役として輝ける年代だとは思っているので、これを機にもっともっと 3x3 に早くから挑戦して、パリ五輪にそれぞれが備えるべきなんじゃないかなと思います。やっぱ海外で試合をしたい、これはもうコロナになる前から、まあ、僕らは回ってたんですけども海外を、やっぱあれを求めてます。 3x3 をやる以上国内での大会にやっぱ満足することはないと思うので、海外に挑戦していきたいっていう気持ちは強いですね。どういうふうに考えてるんですか？疲れたなって思ってます。まあ、その世界で戦いたいっていう気持ちはやっぱまだ残っているんで燃え尽きてはないです。でもやりきったなっていう気持ちもありますね。ここまでやっぱその応援していただいた皆さん、支援していただいた皆さん、スポンサーさん、家族もそうですし、先輩後輩もそうですし、なんかそういった人たちにこう改めてやっぱ感謝したいなって思います。やっぱ負けた時にねその感謝の気持ちをこう表すっていうのももちろん大事だと思うんですけど、やっぱ勝ってる時だからこそ、自分たちにこう、厳しく、周りの人に
しっかりとこう感謝を伝えるべきなんじゃないかなって、こうなんか改めて三冠っていうものをこう達成して思いますね。はい、本当にあの皆さんのおかげで、あのこういう結果が出てると思ってますし、皆さんがいなければ、もっともっと注目度も低いと思ってますし、はい、本当に皆さんのおかげで、充実した現役生活が送れてるなと思います。まあでもやっぱ言ってることはすごくわかります。ただその壁はもう僕らは2年ぐらい前にもうクリアしてるんで、その違いすごいね、ズバリうざいねうざいね。おそらく僕らよりチームで練習してる回数はやっぱ多いと思うんですよね。ただその勝ちにつながらないという結果だけを踏まえると、このインタビュアーは嫌だな。